はい、部活なのでなかなかボールを打つ機会がなかったり練習の時間が短かったりしてコートで実際にボールを打つ時間がなかなか確保できないだけれども友達やライバルよりりり上手くなたたたいいいいい試合で勝ち抜きたいとという方へ動画をお送りしたいと思います今回はそのようななかなか打つ機会がないけれども上手くなりたい強くなりたいという方へストロークその「ストローク」 オンコートで打つ時間以外の時間を使っていかにストロークを上手くなるかという点をお届けしたいと思いますテニスというスポーツはこのラケットを振ってボールを打つ動作この動作が非常に大切になってきますそして相手のコートに入れたりすることを考えたときに毎回毎回同じスイング同じ打点で同じ方向にコントロールできる そのような動きの再現性何度も何度も繰り返して同じ動き何度繰り返しても同じ動きをするようなことを言うんですけれどもこの動きの再現性を高めるというのが非常に大事なポイントになりますそしてこのスイングスイングの再現性を高めようとするときに素振りは非常に大切な練習方法になりますですが ただだをするだけでははなななかなか上手くなってはいけませんですのでこの動画をご覧いただいていかに早く効率的に良い素振りを身につけ実際にオンコートでボールを打つ時にはこの良いスイングが体に身についているようにするかという点を解説していきたいと思います。 大きく2回に分けて動画をお届けしますまず1回目は基本的な体の使い方テニスでスイングをしていくときの力はどこで生まれそしてどのように伝えていくことでボールが最もうまく打てるのかそしてミスが少ないのか誤差が少ないのかという点を解説していきますそして2回目の動画ではその点を踏まえでは素振りの練習をしていくときに何を意識する必要があるのかといった点を解説していきます 今回の動画ではその一つ目基本的な力の生まれ方体の使い方について解説をしていきますテニスの動きというのは基本的にこの体が回る力体の軸が回る力でパワーを生んでいきますそしてさらに大事なことはこの軸が回る力で 生まれた力をいかに邪魔せずに腕からラケットそしてボールに伝えてあげるかというのがポイントになりますデンデン大鼓といううのをご存知でしょうかもしご存知でない方は少し検索をしてみてくださいすぐ出てくると思います。 でん,でん太鼓というのは太鼓があり太鼓の横に糸が垂れ下がっているものになりますそしてそれを回しこの糸の糸先ににいたたが太鼓に当たる動きをしますイメージとしてはこの「でんでん太鼓のように体が回りそして腕から先が糸のようなイメージそのようなイメージで力を生むそのような感覚をまずしっかり覚えてください。 そしてこの軸で生まれた力そしてこの力によってラケットに遠心力が生まれますテニスは道具を使うスポーツですのでこの道具をいかにうまく使ってあげるかというのがポイントになりますこの軸で生まれたラケットの遠心力この力を腕が邪魔しないようにすることが大切ですこれを手首や肘の力で邪魔してしまうとせっかく体で生まれた遠心力の力が 邪魔をされてしまいまいすですのでこの力をできるだけ生かしてあげるように力を抜いてスイングすすることが大事です <music> そして最後のポイントはこれは少し難しいと思いますがこのラケットで生まれた遠心力この遠心力を最後最も加速してあげることが大事です。ここで 体が回り腕が出ていったときにこの力がそのままブルーンと回ってしまっては力が分散されてしまいますですがこれが最後小さい半径で回るとラケットの遠心力が最も加速していきますはい、このようにまず軸が回る力 ここれで力を生み出すことそしてそれを腕や手首が邪魔をしないことそしてこの力で生まれた遠心力この遠心力を使ってあげることそして最後のポイントはこの遠心力をいかに最も加速するか以上がラケットトをスイインングしてていいくきにに大事なポイントになポっていきます、はい、今回はこのストロークのスイングをしていく時に。 何が最も大事なのか体をどう使っていけばいいのかといった点を解説をさせていたただきました次回の動画ではこの解説を踏まえではコートで実際に打てる時間以外の時間でスイングの練習をするときにどうやってやればスイングがより良くなっていくのかといった点を具体的に解説していきたいと思います。 今回の動画は以上になりますありがとうございました